私のニーアオとまた好きがエスカレートしておりますということでさ、やっていきましょう。第2話でございます。見ていきましょう。レッツゴー。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。2012年、人類の華やかな歴史にいい声、終わりが訪れ、2012年、外宇宙から飛来したすげえな、反応遅れたわ、いい声のせいで。兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。おお、生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。月、今月、西暦5204年、へえ、衛星軌道上に布設された基地群により200年経った。アンドロイドを使った反抗作戦が開始される。はあ、十数回に及ぶ大規模降下作戦を経て、いっぱいいるやん、なんか決定的な打撃を与えるには至っていない。いっぱいいるやん、なんか何これ。この膠着状態に陥った戦況を打破するために、君たち、ヨルハ部隊は存在するのだ。ヨルハ部隊、最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。は、承知しております。いや、おっぱいおかしいやろ。検討を祈る。なんでうねうねになっとんね、乳首に向かって。アホか。なんで乳首になんか出そうやねん。ミサイル出るんかい。人類に栄光あれ。栄光あれ。栄光あれ。いやいや、情報量多いね。めちゃくちゃ情報量多いね。ちょっと待って。ちょっと待って。いろいろとなんか情報量がエスカレートしておりますけど、どういうことこれ。いや、すっごいですね。オープニング聞きたいな。聞きたいですけども、個人的に話します。いや、情報量多いな。ちょっと待って。もう、情報量多すぎて、もう一回見たいわ。ちょっと後でもう一回見るわ。ちょっとリアクション的に、もう一回見ちゃうとご迷惑をおかけすると思いますんで、後で個人的に、ちょっと冒頭もう一回見るわ。ちょっとね、情報量多すぎ。何回言ったかわからん。情報量多すぎ。情報量のせいで話がちょっとね、みたいな。山が噴火しました。はあ、まだシンプルで分かりやすい。神様が現れました。なんでやねん、なんで出てくんねん。神様は機械たちにこう言いました。はあ、意識を、痛みを、喜びを、悲しみを、へえ、怒りを、いや多いな、躊躇を、まだあんのかい、孤独を、覚えてらんねえよ。早せえやん。生きる意味が。まだあんの。何やこれ、ホローみたいな。ホローのでかいやつ。わかるでしょ、なんちゃらゼノスみたいな。知らんけど。違うか。全然名前違うと思うけど。メノス、メノス。すごい世界観やな。いや、すごいな、この世界観。廃墟都市、廃墟都市。あ、ロボいっぱいいる。いや、本当に今回情報量多いな。ツッコミどころも満載で、なんかこう言いましたって言って、ああ言いました、こう言いました、こう言いましたってめっちゃ言うやんって。覚えてらんねえよって。ボイレコ欲しいわ。動くの、兄さん方動くの。あららららあららら ら, らだいぶボロボロやね。アンドロイド、これアンドロイドですかね。人間っぽいけどアンドロイド。ちょ、冒頭の情報量のせいで結局追いついてねえんだよな。めっちゃ先っと分かったけど、5000年って何みたいな。5200年、さらっと200いった。あれもアンドロイドか。あれアンドロイドですかね。さすがにあの形のアンドロイドはおらんか。アンドロイドっていうのはあれ、ロボジカ、ロボジカ。チョッパーが実はロボかもしらんって噂あるやな、なんか言われてるよね。ベガパンクのところにいたチョッパーみたいなちっちゃついるからさ、月の民もチョッパーみたいやから。何の話やねん。なんかロボから広がったわ、派生すんだってな。はい、今回はこいつが主人公ですね。鳥とか普通にいるんですね、生き物は。かわいいんだこのロボ、飼いたいわ。いっぱいいる。なんかペットにしたいですねこれ。ちっちゃいやん、足の小さいやつの方がいいな。ああ、かわいいかわいいかわいい。なんか喋ってくれたらまた面白いよね。あーやややややみたいな。うわ、うわ、ペットにしたら殺されるわ。こっちがペットにされるわ。あかんやん。おーおー、おうおう、なんかすごいな。
ここの星での日常を教えてくれてる感じやな、ロボ側の。うん、俺こういうなんかミステリアスな曲好き。だからオープニングも好きなんだよね。エメさん最高。俺こういうなんかサントラとか探しちゃうもん。メイドインアビスも探してたもん。で曲はいいんだけど YouTube にこれは感知されねえかなと思って、あのまたなんかこう やらなあかんっていうのも、頭に同時に入ってくんだよ。集中できねえんだよ。曲が流れ出すとそれはそれで不安になるんだよ。自動感知だからさ、自動感知だから、あのいいんだよ、だけども自動感知になっちゃうからそれはそれで困るんだよ。まだ喋っとんのかい、まだ喋っとったんかい。魂は見えませんでした。はい、見ることの終わりがないことに機械は戸惑いを覚えました。戸惑うわな、戸惑い、なななな、なグレーだ、グレーに戸惑いあったな。本読むの必要ないやろ。ボノナマハプランハチボアできそうないだ、わからんわからん、全然わからん。おお、もはやもう何千年前とかやな、3000年前ぐらい、すごいやな。3200年前とかだよこれ。3200年前。なんかこういう絵見たことある、こういうなんか考える人違うわ、なんかこういう図式見たことあるわ。これオマージュって言うんですかね、こういうのって。なんかいいよね。この前あのそういう映画見たんだよ、オマージュ祭りの。オマージュじゃないんだけど、まんま出てるんだけど、レディープレイヤー、神映画、人生で一番いい映画です。レディープレイヤー見てください。1万払ってもいい、1万払ってもいい、めっちゃいい映画。何の話だね、ごめんなさい、もう余談というかずれまくってすいません。オマージュ好きな人はハマる、日本のアニメ好きな人はハマる。見て、ドレンチマン払って。なんて言うの、ビーカン、ビーカン、ビーカー、わからんわからんわからん、無理無理、ロボ語は無理やん。走った。あら、何この優しさ。優しいけど鼻取ってるからな、かわいそうやで。僕は戦場で見つけたあの紙に2個枯れた花という小さなもの。若干感情見たもんあんのこれ。いや、そら死ぬわいや、そら死ぬわいや。うん、なんか悲しそうだね、雨と相まって。でもそれは君が取ったから多分あかんのやで。君が取ったからあかんのやね、多分だけど。根っこが取れちゃうからさ、どっから水吸うねんって感じやん、かわいそうに。追い打ち。おーおーおーおお、え、何このロボット、何何何、えうわ、なんかかわいいんだけど、ああかわいいんだけど、いや無理やろ、中に入れなあかんねんやろこれ、中に入れないと。いや、めっちゃいいやつ。一応目出んのこれ。お、出た、目出た。中に入れんくてもいいのか。おー、お仲間が追われてるよ、イノシシ。おー、いいっすね。なんだ、あー、仲間ね。怖いよね、こういうの邪魔しそうな。やべ、何の作品か今分からんかった。これニアオートマタやんな。もう何の作品かは忘れちまったわ。うん、ロボットのなんかあの新しい作品かと思ったわ。うん、ドラえもんの一個前の作品みたいな感じやなこれ。あ、さっきの鹿がいる、ヘラジカっていうのはああいうのってなんかクリスマス映画に出てきそうやな。俺クリスマス映画とか好きなんだよ、毎年見てんだよ。バッドサンタっていうのめっちゃ面白いよ。それクリスマス系のみんなイメージするものとは違うけどね。バッドサンタ、名前からして悪そうだよね。めっちゃええで、ワンツーあるからな。どうだった、前回までにほとんどが持ち出されています。今回で空になるかと。ここもか、普通に人間いるんだね。ここの資材を全部、どこまでがアンドロイドこれ。近くのブリキ野郎どもは最近おとなしいが、キャラデザイン右の方が好きかも、そのストレートヘアな。俺たちは本当に勝てるのか。なーに、どうにかなりますよ。
新型アンドロイドのヨルハってのが投入されてる話も聞きますし、案外もうすぐ終わるかもですよ。ヨルハはこっち側ね。ちょっと状況把握、状況把握。あのアンドロイドのね、黒の目やってる人イコールヨルハな。いや月めっちゃ割れてるやん。へえ、膠着状態。いい戦いしてんだね。よう人間で機械と戦えるな。最後まで聞かないんですか、リリーさん。聞きたかった。すみません、聞きたかったです。言いたいことは分かってる。俺は分かってねえんで教えろや。聞かせろ。私たちに死ぬまで戦えってことだろう。またまた相変わらずきつい言い方だな。ちょっと手伝って。重要キャラそう。言ってやれ。イエスマム。イエスマム。それはやめろ。イエスマム。いいだ。ハイスクールオブザレッドにこういう喋りの人おったな。あのメガネのポッチャリデブ。ポッチャリデブひどいわ。ポッチャリ。なんだっけあいつ。あいつめっちゃ好きなんだよね、あいつのキャラ。名前忘れちまった。私たちレジスタンスに銃一つよこさな。あいつめっちゃかっこいいよな。最近の機械生命体が進化していることも含めて終わりはまだ見えない。機械生命体の進化。私たちはいつまで。機械が機械を成長させるってやばいよね。人間の能力を超えたものがさ、人工知能が機械を作るんだよ、戦闘兵器を。殺傷能力やばいよね。かわいいね、何この中のほほん。うわー、なんかもう、もう最悪。めんどくせえなー。もうこっち来んなや、このかわいい子たちをほっとけよ、もう。もう俺こういうの嫌いやん。俺のほほん大好きなんだよ。俺気づいた、戦闘をしてる時よりものほほんなところの方が好きだったりする。このままやってて。聞こえますか、ルビーさん。起動セットアップ完了です。お、来た、かわいい姉ちゃん。おはようございます。問題ありませんか、なんかジュジュって使ってきそうやん。ナインエス、ナインエス、ナインエスの声って何か安心する。お、ありがとうございます。安心感、トゥービーさんのメンテナンスを預かる身としてはトゥービーとっても嬉しいです。実は僕もですね、トゥービーさんの声を聞くと。ナインエス。はい。司令官からの呼び出し、先に行ってる。オンオフ、切り替えが半端ない。シュパッてもう一気に切り替えてさらっと。残念です、トゥービーさん。トゥービーさんそんな甘くないです。でもなんかミステリアスな感じいいね。あ、かわいいね。司令官かわいいね。トゥービーにナインエス、メンテナンスは終わったのか。なんかみんなスタイルいいな。あまり無茶をするなよ。ああいうモニター気になる。4つぐらい映ってたやつら。メンテナンス明けで悪いが、何 B だろうね。地上にいるレジスタンスたちと合流し、レジスタンスね。レジスタンス、イメージ通り。レジスタンスとの連絡役には別のヨルハ部隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とはしばらく連絡が取れていない。自主理解してきた。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。はいはい。砂漠地帯を重点的にな。了解しました。ああいうロゴの意味とかも考えちゃうもんね。どうして 2B さんのような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。戦闘が起きうるからでしょ。 2B 本当はセットで動いた方がいい気するけどね、スキャナーと。気をつけろよ。前提、戦いが起きる前提ってことやろ。次の資材置き場に向かう。手が空いたものから先行して偵察だ。おうおうおう。やってんじゃねえぞ。いや、女の子に運ばせんなや。何これ、敵教えてくれてんの。あ、ちょ、敵が、これが、まあ、ロボだもんね。うわ、自爆魔やん。絶対だ、資材は放棄。うわー、いっぱい来たってことは、あそこの花畑も潰されたんやろうな。うわー、もう本当にんだよこいつら。俺こういうのめっちゃ萎える、めっちゃ萎える、こういうの。うん、最悪だよね。おお、別のところでやってる。いいロボたち。機械は見つけました。まだ話してた。
宝物の形はみんな違いました。うん、宝物の形はみんな違いました。ほう、なんかこの話めっちゃ大事だろうね、このおとぎ話みたいな。それぞれにとっての宝物があるってこと？うわお、うわお。でもこういう地雷とかこいつらに突っ込ませたら一瞬で排除できそうやな。いやそりゃそうだろ、突っ込ませて終わりやろ。キャンプへの救難信号はそんなの来るまで持たない。おー、地雷会議への救援要請は何度言わせるんだ。あいつらは一番ゴリマチョがビビっとるやん。まあこうなったらビビるわな。この先の谷におびき寄せてから橋を落とす。生きてる奴はついてこい。かっこいいね。普通の銃とかマーキーかんやろ、特殊な銃じゃないと。なんか鉄鋼弾とかさ、それもいけるかわからないけど、鉄を貫通するような。おう、十分引きつけたから落とせ。うわお、うわお、そういう感じか。うわかわいそう、宝物がね。やれやれ、だいたいこういう時爆発せんのよ。故障、何やってんだよ。ああ起爆しない。ジャッカ先輩が今走って近くまで行って、ピー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 って電波の問題やろ。爆弾撃つのが、なになになに、スキャナー部隊か。なに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 、2ビーたちが来たか。わーお、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 花畑守れたか。なんか油が血のように見えんな。もうすごい演出だなこれ。うわこれいいやつ。うわー、花畑守れなかった。うわなんか、うわー、うわー、なんかところどころアーティスティックなんだよ、こういうなんか花に血が、ちょっと白い花に血がかかれて、うわー悲しい悲しい。うわー、なんかめっちゃロボットが飛んでる。ロボットの雨だ。これ当たったら死ぬべ。誰か、おお、やはりね、やはりね、かっこよ、かっこよ。もうこれ見た瞬間に俺の中にバルキリーをイメージしちゃうから、マクロス7の歌が流れ始めるんだよ。レッツゴー、突き抜けよう、ウォーぜーみたいなさなんか流れ始めるんだよ。ルビーさん、これで制圧完了で、こいつ見るとジュルスの曲が流れ始めるんだよ最後にもう一度とか言ってなんか情報量の嵐。おう、だ剣使うんだね、超かっこいいんだけど、超かっこいい。てかさ、俺ちょっとさ、今思い出した。俺剣でさ、剣を使ってるからかっこいいなと思って、今俺喋ろうとした内容がさ、ゲームで使ったらめっちゃ楽しいだろうなと思って、彼使えんのかなとか思ってさ考えたわけよ。そしたらさ、前回のね1話の動画にコメント来ててさ、ちょっと俺ちょっと許せなかったよ。俺ゲームこれやりたいなと思ってるんですよ。ほんならさ、彼チュートリアルやってムカついて発狂してそうみたいな。俺だってチュートリアルぐらいクリアできるよ。なんかゲーム下手そうみたいなイメージ持たれてるけど、上手くはないけどさうまくはないけど、今ちょっとね、今ムカついたよ、ちょっと今思い出して。チュートリアルぐらいクリアできるよ。こいつ使ったら剣使って、バルキリー使ってレッツゴーって言いながら全部ぶっ潰せるよ。ゲームはね、多分人並みです、それ以上ではないです。はいはい何の話だね。脱戦隊ですね、脱戦隊、脱戦隊ジョンさん、戦隊ものね。フルボッコやないかい。止まれ、おう、腕怪我してるやん。リリーさん、仲間やろお前、何しとんねん。ポット、止血ジェルとロンリーウイルスワクチンを。構うな。いや構えよ、構ってもらえよ。ヒール、何これ。レジスタンスに常駐してるメンテ係さん。え、ロボあれ。黒服に目隠し、夜派部隊だろ。夜派部隊を見るのは初めてなんだ俺同じ反応しそう。かっこいいですねって答えてくれたんだ。ですよね、リリーさん。俺は人類会議を信じてた。うんうんうん。お前だってビビってたろうな。この子かわいいね。この子好き。そこの二人も話はそれから。この子雰囲気すごい好き。かわいい。人類会議が
援軍をよこすなんて。でもどういうことなんでしょうね、合流をしてって言ってたけど。お父さん殺しました。お母さんが殺しました。何しとんねん。お父さんが殺しました。何回殺すねんお前、2回か。お母さんが殺しました。アホかい、何回人生あんねん。成長の喜びと一人になった孤独が、だろうね。握られていました。いやだろうね、そりゃそうですよね、当たり前のこと言っとんねん。2回も父母殺すな、何期持っとんねん。意味がわからんわ。なんかこれなんかちょいちょい突っ込んじゃあかんのだよね、多分。2回言われちゃうと気になるやん。あ、これいいやつら、いいやつらだ。この勉強してるのめっちゃシュール。まあこういうふうにでも学ばないとね、自分で学んでいるっていうことやろ。プログラムされてないわけだから、そこは。何これ。ちょっとこういうのやめてよ、もうやめて。こういう何かありますよみたいなさ、もうな、何気になっちゃうよ。ということでちょっとエンディングをいつも通り見ましょう。はい、ということで見ていきますよ。始まりました人形劇ニアオートマタ。これ大事だから。日々人類のために戦うアンドロイド、ヨルハ9号 S 型こと 9S と、ヨルハ2号 B 型。ポケモン風の音楽やこれ。シオンタウンで流れてそう。何この、なんか昔のアニメ風。現在募集してる？ちょっと待って、ごめん、ちょっとこれ気になるわ。今日はテレビの前の、ちょっと待って。愛知県にお住まいの横太郎くんから質問のおはがきが届いています。横太郎、聞いたことあるような名前。横太郎。やべ、これしたコメント欄で教えて。これ多分ネタやろ、これ多分ネタやろ。なんで愛知って出した？その通り。一般的なアンドロイドは低精水の後継製品だけど、ヨルハモデルは体内タンクからチェンバーを通して自動的に反応炉へ補給されるんだ。ちなみにこれちょっと一瞬止めちゃうんですけども、これ難しい話なんですけども、実は車とかも水で動かせるみたいですね。これちょっとブラックな話なので、ご自身でぜひとも検索をしてみていただけたらなと思いますけども、車は水で動かそうと思えば動かせるっていう話があるんですよ。だけどもみたいな、そうしちゃうとみたいな、噂の利権がとかっていう話で、その水で動かせるシステムを作った人が消されたとか消されてないとか、世の中実はね、いろんなことができるのだけどもみたいな、その話があるとかないとかで、これがまさに水で動くってさ、あららららみたいなね、気になるところですよね。はい、水力発電やらないや、水を使ってなんちゃらとかいろいろあるわけですからね。なんか水っていろいろ使えそうですよね。はい、2つ目の質問、アンドロイドに搭載されている OS チップとは何ですか？ OS チップ。嫌な予感が。トゥービーさん、ちょまっ、危険取り扱い中、 OS チップは機種外しちゃいます。外すと死亡します。今後なんか回収されそうですね、これ OS チップ。あれでも OS チップって前回そんなのあったっけ？前回 OS チップ、あれなんか爆発させなんちゃらみたいな関係あるっけ？元のデータの方に移動したわけだけどさ、で記憶が映ってないどうこう、あれ OS チップの話だっけ？今後 OS チップっていうものが出てくるのかな。ちょっと俺記憶が曖昧だ、情報量が多すぎて、その情報の整理をコメント欄でぜひと補足いただけたら助かります。いや今回なんかすごい大事な回でしたね。この後冒頭をね、自分でチェックしてみたいなと思うんですけども、ここを見ておけばとりあえずまずは背景的なものはわかるんでね、ここら辺からいろいろとなんかもっと入り込めるのかなというふうに思います。いや本当にね、いい作品、もうめちゃくちゃねには楽しみにしてた。完全にハマりました。めっちゃ好きです。クオリティがすごい、本当に作画だったりとか、この設定だったりとかさ、アンドロイドっていう要素1個だけでもやっていけるのに、そこにレジスタンス要素だったりとか、もういろんな要素入れまくって、全部が全部で絡み合ってめちゃくちゃいいんだよ。この高クオリティでさ、ロボットものも出てきたりとかっていうさ、バルキリーみたいなね、もうなんかいい、本当にめちゃくちゃニアオートマタね、いいです。あとはもうオープニングだよね、エスカレートしてずっと頭から離れないもん、もう最高です。はい、ということで今回こんな感じで締めていきたいなと思います。最後になります、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!